どうも、あえちゃんです。このチャンネルがいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントしてくれると嬉しいなと思います。ということでやっていきましょう。まあ、今回ですが5月5日に夢ルフィがおそらく来ると思うんですけれども、まあ、今回夢ルフィについてね話していこうかなと思います。ってことで今年の2月に悪魔のガチャ夢ルフィということで、まあ、出た方、出てない方っていうのがかなりいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、5月5日に復刻した際にですけれども、引くべきなのか引かないべきなのかについてね話していこうかなと思います。まあ、結論から言いますと、引かなくて大丈夫です。まあ、なぜ引かなくていいのかと言いますと、今現在、赤犬、ロジャー、夢ルフィってことで、この3体が超絶で強いんですけれども、まあ、赤犬、ロジャー持っている人であれば、夢ルフィ使わなくても十分。ロジャーと赤犬だけで十分です。3.5 周年の時に、新しい超フェスが3、4ヶ月後に来るので、まあ、そのためのダイヤだったり、星4のかけらを貯めていった方が、一番いいと思います。なので、まあ、これを引いてしまって、後悔するよりも、ちゃんと貯めた方が、個人的にはいいなと思いますので、皆さん、夢ルフィ来ても、引かないようにね、注意してください。まあ、一応ね、夢ルフィってね、弱いわけじゃないんですよ。強いんですよ。めちゃめちゃ強いんですけれども、まあ、今回ね、夢ルフィがどれぐらい強いかっていうことでリーグでね、お披露しようかなと思います。ってことでやっていきましょう。では、1戦目ってことでやっていこうかなと思うんですが、まあ、夢ルフィって弱いわけじゃないんですよ。めちゃめちゃ火力もすぐに上がるし、強いんですけれども、まあね、やっぱり赤犬とか、まあロジャー持ってるのであれば、結論としては引かなくていいんですよ。まあ十分なんですよね。まあ一応赤犬は赤犬の強さもあって、まあロジャーはロジャーの強さがある。で、ルフィはルフィの強さがあるみたいな感じなんですよね。まあ赤犬の場合ですと、まあ犬神グレンとかの猛化状態が強かったりとか、無敵時間もあれがね、3回か、3回食らっても大丈夫っていうのが強かったり、まあロジャーに関しては、ほんと、ワンパンで基本的にキャラ倒すことができる。で、ルフィに関してはね、両方無敵があって、まあ、ゲッターにもなれるし、アタッカーにもなれる。で、火力も簡単に上がっていくという、まあ、そういったね、手もあるし、まあ、いろんなキャラによってね、このアタッカーたち、超フェスたちはね、マジでね、強いなと思うんですよね。まあ、皆さんも、まあ、欲しいっていう気持ちは、あると思うんですけども、まあ、そこはね、ちょっとね、3.5 周年までね、我慢してほしいなっていう感じですかね。まあ、一応こんな感じで、無双も簡単にできてね、まあ、猛化状態になっても、まあ、回復ができていくと、これマジいいっすよね。で、残り10秒、まあ、5通りチャンスってことでいいっすね。で、あそこにいる敵、おー、ナイス。いい感じってことで、1戦目、こんな感じで余裕で勝てますってことで、ありがとうございます。では、2戦目ってことでやっていこうかなと思うんですが、まあ、1戦目はね、あんな感じで余裕で勝ててしまうんですよ。まあ、赤犬も一緒っすね。さっきも言った通り、もう普通に、猛化状態が強いんすよ。とりあえず試合だけ見ていきましょう。まあ、ルフィ君はね、立ち回りとしては、基本的には、まあ、ガンガン火力上げて、もうスキルバンバン打っていくスタイルですね。もうスキル打つってことが大事なんで、もうとにかくスキル打ちましょう。打って打って打ちまくるって感じですね。はい、ここはでドーンといい感じで、もう回避したね。はい、いいね。はい、ここでスキル。あ、最悪。まあいいでしょう。まあ、2発で倒してしまうんです。これっす。ルフィの強いところ、これ。わかります？一瞬で火力上がって、こうやって簡単に倒せてしまうところが、マジでえぐい。で、はい、終わり。いい感じですね。で、ここでね、ジャスカイ入った、ジャスカイ入ってない、一旦前で回避したんで、このままスキルリで、ブッパで、最後は、ボーンと。いや、もうね、犬もね、あんなことされちゃったらね、きついでしょうね、っていうことで、裏大丈夫か？裏は、はい、ナイス。味方いいですね。で、ここは、はい、スキルで、ブッパー。オッケー、ここ倒させてもらうと、オッケー。はい、ちょっと、メイリーさんのスキルはさすがに避けれないと。まあ、ここからちょっとガンガン攻めてもいいっちゃいいですね。まあ、ブースト来たらガンガン攻めたいところっすよね。で、一応、体力ね、回復がね、まあ、耐久が少し弱いんですよね。まあ、犬と比べたり、ロジャーと比べたりすると。やっぱり、ルフィって耐久は、まあ、そこそこって感じで、火力だけがほんとガンガンって感じなんですよね。で、はい、ジャスカイ、ジャスカイ入らないけど、ここでスキル、オッケー。まあまあ、ブースト来い、ブースト、危ない危ない。どこ行ってんねん、スキル。ちょっと逃げないんだけど、オッケー、いい感じ、いい感じ。はい、はい、味方ナイス。これ、ワンパン倒そう、倒そう、倒そう。はい、はい、オッケー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 。もう9000だからね、一発、バンバンバンって終わりだからね。やべえな、やっぱルフィは強えよ、と。で、ここでね、スキル解除して、スキル2が回復、あれ取ってくれてる。はい、ここ倒そう。オッケー、オッケー、オッケー。はい、こんな感じで、また5通りチャンスがやってまいりました。ということで、ここで一旦無敵挟む。
はい、逃げる。はい、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 はい。はい、オッケー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 。で、ここはスキル2で、ボーンと、オッケーということで、こんな感じで余裕で勝ててしまうということで、皆さん、夢ルフィの誘惑に負けるな！ 3.5 勝のゲームは待ちましょう！またな！